するしない。2018年クリスマスイブ特集、イルミネーション。イエーイ、イルミネーション。イルミネーション、街中すごくない？綺麗よね。あれさ、光りすぎじゃない？まあ、木といえば光ってるもんね、大体。木もそうだし、なんか街自体とかもかなりなんかこう線張り巡らしてさ、そうね、なんか電光チカチカしてるよね、うん、そんな顔する？世のなんか人たちが、うわ、キレキレーって言ってるのに。綺麗だし、いや、いいよ、いいけど、そんな興奮する？するでしょう。はるちゃんもう何年も前からイルミネーション好きじゃん。そうね。あいちゃん何年も前から別にその興味ないんだよね。ほんとに。長野にはイルミネーションないの？でな、あ、月が綺麗だからね。お星空がイルミネーション。すごいよ、マジで違うかんね。まあね。いや、そこら辺はあんま変わんないと思うよ。いや、でもなんかな、あんまりこうイルミネーション見に、今年のイルミネーション見に行きたいけどどっか行こうとかいう中里春菜とはやっぱ違うよね。そんな声出す？出してるよ、春ちゃん。あれ全然見に行かないもん。綺麗じゃん、見るだけでいい。わーって、うん、なるよね。温度差すごいよ、ここで。今日はクリスマスイブだから、はい、うん、実はね、はるちゃんのために、うん、街のいろんな、うん、あの場所でやってる、うん、あるね、クリスマスのイルミネーションを今日はドドーンと発表して、私たちの1位を決めちゃって、はるちゃんの胸をキュンキュンさせてあげようかなと思います。見に行くわ、お気に入りのところ。だからそういうのやるやついるんだろうなと思ってやるわけ。まずね、今日は10個やるんだけど、うん、1個目からいきますよ。はい、1個目、まず神戸のイルミナージュ、うん、はいはい、神戸か。神戸だとちょっと距離があるよね。行きづらいかな。道の駅神戸フルーツフラワーパーク大沢、うんうん、大スケールのイルミ迷路が、イルミ迷路、迷路になってん。あ、でもすごいわ、すごー、なるほどね。いや、超いいじゃん。連年大好評のイルミネーション巨大迷路がバージョンアップし、サークルイルミ迷路となって登場。光の壁に囲まれる非日常的な世界を体感できる。いいねー、すげーなー。イルミネーションって、はいはい、こうただただ歩くだけになっちゃうから、うん、こう目的があるじゃない、スタートからゴールに行くみたいな、うんうん、あるね。ちょ、あれあれ、え、何、迷路や光の中なら意味もあるしってこと言いたかったの？そうないな。じゃあ、でもペット同伴かだって。本当だ、ペットと一緒に写真撮影が楽しめる。ワンニャンと一緒に行けるのね。インスタ映えやな、これ綺麗ね。やっぱ青が多いのかしらね、綺麗ね。綺麗、いいな、イルミネーム行きたい。あ、フードコートもあるって、そっちの方が気になりますね。ご飯なんか後でいいとこ行ったらいいじゃん、まあ、これ今1個目ね、うん。行くよ。はいよ。足利フラワーパーク。はい。光の花の庭。知ってる。え、知ってんの？知ってる。足利ね。栃木県でしょ？近いんですよ。うん。え、行ったことあるの？行ったことはないんですけど。すごい。これまたね、敷地がね、でかいから、うん、すごいんですわこれ。これ綺麗だね。でしょ？ほら。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 愛子さん。おばあ臭いわ反応。愛子さん。450万球が光り輝く。すっごい綺麗。色味がさ、藤だね。そう、うん、紫の藤ってところがちょっと好感度上がりますわ。私結構そういう色味好き。大体白と青とか。そう、よりもこういう品がある感じが好きですね。紫いいね、綺麗。ほら、日本三大イルミネーションって。すげえな、認定されてるよ。うん、夜景鑑賞士が選ぶイルミネーションランキングでは2016、2017、2年連続全国1位を受賞。なんだこれ、名門じゃん。苫小牧みたいなもんだろ。野球で言ったら、わかるわかる、そんな感じだこれね。ほら、光の藤やバラ、水蓮が輝く、ここがいいよね。そうなので、フラワーパークだからお花と一緒に見れるの。咲いてっから。そう、咲いてて光ってくるみたいな。そういうこと。なるほどね。あ、それはちょっと、あ、お花は好きだから。そうでしょ、うん、さっきのもうフラワーパークだったじゃない。お花は作り物じゃないもんだって。
こっち見るわ、アイコ、はい、こっち見て、ハーちゃんあっち見てれば、キラキラしたいアイコ、綺麗な星空体感してるからさ。でもこれはいいね、なんか迷路よりもちょっとこっちの方がそそられるかもしれない。次、はい、読売ランド、ジュエルミネーションかっこ R 輝きのライトピア。ジュエルなんてある？ねえ、やばくない？ライトピアつけるとこ大体やばいからね。あ、そうなの？ライトピアって、ピアってあれでしょ？ピアって何ですか？さあ、それが？はい。なって、どういうことなの？なにこれ？イメージ画像みたいなやつなの？すごい！なになに？色がいっぱいだ。すごい綺麗。チャーシュー。え、めっちゃ綺麗じゃん。フォトギャラリーに載ってる。え、綺麗。どうちゃった？すごい。ああ。すごい。これはどうなの？え、めっちゃ綺麗じゃん。わあ。もうツリーが光ってますね。綺麗。うんって。綺麗だね。綺麗じゃん。え、これ何、どこまで行ったの、これお餅さんも行っちゃったよ、これ。あ、本当だ。ちょっとあれじゃないの、ツリーが多いだけじゃないの、これ。これでしょ、だからこれほら、わー、600万球の宝石色イルミで、これ上から見たい。これなんていうの、きらびやか、きらびやか、めっちゃ綺麗だよ、やばい。あ、じゃあジュエルだよ、宝石色。いや、あ、ダイヤは好きよ、ジュエルとか。ダイヤっぽいじゃん、輝きが。もうカット見て、おかしい、おかしい、なんでだ、キラキラしてるじゃん。さっきの藤井の方が感動したかな。光ってりゃいいの、あなた、光ってりゃ何だっていいわけ。じゃあ懐中電灯かなんか買ってやるよって。懐中電灯は嫌だよ。だって別にそんな光ってて何がいいの、どういうことがいいの。そうそうそう、あのね、読売ランドは普通に行って楽しいのよ。別に光なくても楽しいのよ。だって光ってた方がよりいいじゃん。真っ暗より、真っ暗よりはね。そうでしょ、歩きにくいしね。なんかちょっと温度差あるんだよな、まだ。ウィンターファンタジーまんまですよ、ピアスついてないよ。本当だ、よくない。あ、これはすごいわ。わー、綺麗。55万球、なんかさっき600万って聞くとなんか減ったねってなるけど、うん、でもこれちゃんと隙間がある方がいいね。あー、なるほどね。なんか全部光ってるより、うん、ちゃんと黒と、なんかその光ってるところのコントラストついてる方が好きかもしれない。はいはいはい、こっちの方がいいね、うん、自然の中だね。すごい、こことか太陽、太陽じゃんね、丘っぽいとこから。何、どこにあるのこれ、場所。香川、香川って四国ですよ。落差9メートルの巨大な商業の滝のライトアップ。自然が豊かだからできるイルミネーションだ。これは香川ね。このそっか、山があったりとか滝があったりとか。そうよ。どっちも広いし。そうだ。じゃないとこの万能公園じゃないとできないやつだから、まあ、確かに行かないと見れない。行かないと見れない。こういうのがちょっとキュンってくるの。お、来たぞ。まだ。来ないで、やっとちょっと来た。でも藤の花は結構キュンキュン来たよ。そうかそうか。イエス、イルミナイト万博、銀河の輝き。銀河の輝き。うわー、あ、これあれだね、太陽の塔。太陽の塔だ。で、太陽の塔がイルミネーションになるってこと？ってことは大阪だ。でも太陽の塔の凹凸をあらかじめ 3D データ化し、その表面に立体的な映像を映す 3D プロジェクションマッピングを実施。太陽の塔は映してるだけなのね。うん、大阪っぽさだそうみたいな。大阪です、やっぱり。これはどうなの、はるちゃん的に。え、これ どこをどういう風になってるの。外だよね。外でしょ。外だよね。室内じゃないでしょ。万博記念公園、うん、でも綺麗じゃん。なんかドリカムの歌に出てくるやつでしょ。万博公園の、そう、太陽の塔で久々に見たいなでしょ。それだよね。大阪行かないと。でもこれ美学的なものがしっかりされてる方が言っていただきたい。そんな感じ、そんな感じ、そんな感じでございます。え、綺麗だよ。でもいろんな色だし、カラフルだね、銀、うん、
英語ね、東京メガイルミネーション。そのままやないかい。そのままだったね。東京ってことは東京だ。あ、品川区大井競馬場だ。あ、大井競馬場って CM で見たことある。大井競馬場って私も行ったことないんだけど、うん、なんか普通でもなんかデートで行けるような感じなんだって。すごい綺麗らしい。え、そこをイルミネーションで飾りましたってこと。そうだね、次世代型の、すごい800万球の大規模な次世代型イルミネーションを開催。へー、え、何、場内を江戸、明治、大正、昭和、未来をイメージしたエリアに区切り、タイムスリップをするような演出の光の回路やトンネルを設け、時空を超えていくような体験が、今こんなことになってんの、すごいね。ちょっとね、違うわ、想像の遥か上を行っている。江戸とか明治のイルミネーションってどんな、ね、1ミリもサンタさん出てこないしね、だって。確かに、さっきからそうだね、サンタクロース的なやつはツリーはあったよ。ツリーしかなかった。ツリーはあったけどサンタクロース出てこないよね、うん、すごいね。全然こういうの出てこない。全然違う、間違ってんじゃんこれ。イルミネーションだ、イエイつってかぶったこれ。でもどういうことなんだろう。すげえな。何何、もう全然、その共にフードやグッズが楽しめるの、フードが気になってしょうがない。フードめっちゃ美味しいらしいよ、この競馬場。めちゃめちゃご飯が美味しいんだって。いろんな屋台いっぱい出てて、そっちの情報求むよ。私そっちの方が興味あるよ。ほんと、え、なんかそういう、そういうなんか場所にあるおすすめの、うんうん、サービスエリアの特集とかにしてくれればよかったね、アイコ。エビナとかの特集してくれて、これが美味しいものランキングとか言ってくれたらめちゃくちゃ食いつくのに。焼きたてマロンパンみたいなのとね。そう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 、ここのなんか肉串がみたいなこと言ってくれたら全然ときめいたのに。体験型イルミネーション。体験型って何？体験型って響きはちょっとそそられる、うんうん、何か体験できるっていうワードはすごく好きね。なんかに、なんか伊豆高原、伊豆なんだ、ね、グランイルミ、あ、グ、うん、グランイルミ、グランパル公園だ。フォースシーズン、フォースシーズン、うん、おお、何これ、綺麗、どうなってんの。確かに何がどうなってんの。なんかどこが地面ってどこに何があるのかわかんないな。飛んでんの、飛んでんの、これ人だろ。ほんとだ、あーあーシャーってやつじゃない。そうだ、高所恐怖症なんだよね。無理じゃん、無理だね。いやマジか、これ無理じゃん。え、でもさ、これでさ、下りながらさ、下のこのイルミネーション見れる。いや、そんな余裕ないって、目閉じるじゃん。うわーっつって終わっちゃう。怖くて目閉じんじゃん。え、でもこれいいな。グランパル公園ね、うん、行ったことあるの。確か過去に。やっぱすごいね、ハルちゃん、いろいろ行ってるね。え、光と音のショーだってよ。すごいすごい。え、高いところ大丈夫。ね、落ちるのはダメ。落ちてんじゃん。フリーホールみたいな、こうわーってやって、サランって落ちるの。パワーハッカーみたいな、うん、こうは大丈夫。なんで落ちてんじゃん、なだらかに落ちてんじゃん。速度だけつけてなだらかに落ちてる。それは大丈夫なの。コントロボ平気。あの、なんだろ、エレベーターとかでもさ、いきなりわーって落ちる感じが、心臓浮いてる気がする。ブランコの甲は、それは平気。なんでだよ。すごいな。ウィンターイルミネーション2018-2019、うん、ドイツ村の奇跡。ドイツ村、千葉の。英語はるちゃん、ザ・タワー、違う、タワーオブスマイル。おお、綺麗、すごい。ドイツ村って千葉のでしょ。うん、え、すごくない。千葉なら近いね。千葉すぐや。綺麗、可愛いね、なんか、うん、なんかちょっとポップな感じがする。今回は願いをキーワードに、不死鳥、パワーストーン、魔女など不思議な力を持つとされるスポットが散りばめられ、会場を巡ることで元気になれるようなイルミネーションを展開。元気になれそう、うん、元気になれそうだね。うん、かわいいよこれ。かわいいね、ちょっとかわいい。そうだね。大阪城、大阪城の周りやっちゃうやつだこれ。お城の周りがギラギラしてますよ。マジか、なんか歩いてる。いや、大阪城とか好きなんだけど、うん、やっちゃうんだね。
お城は、お城が光ってるだけでもいいんだけどね。なんかちょっとショック。あ、そう。なんかちょっとショックだ。なんか和と洋の融合っぽくない？なんかもうすごいね、今こんな世の中なんだね。すごいね、大阪城もこんなにギラギラしちゃうんだ。なんかこう、城でこうやってチカチカして許されるのは、ディズニーのあのシンデレラ城しかないんだよね。あとあんま許せない。あー。なんかさ、周りにいっぱい詰め込んだね。詰め込まれてるよね、散りばめて詰め込んだね、ほんとに、うん、ミッドタウンクリスマス2018もうこういうド定番のねタイトルが一番いいよ。まあ、わかりやすいしね、うん、どこでやってていつなのみたいなね。ミッドタウンでしょう、うん、東京都港区。うわこれだよ、こういうのだよ。これ綺麗ね。この丸いの何？浮いてんじゃん、シャボン玉じゃないの。シャボン玉永遠吹いてんの、やばくない？すごい。青の LED 電気をベースに宇宙空間をイメージしたイルミネーション、スターライトガーデン。なんかすごいね、セカオアのタイトルになりそうな。すごいね、綺麗じゃない。あ、やばいじゃん、やばいじゃんこれ。これ放送される時に間に合ってないでも。12月16日バルーンやシャボン玉の演出が。でもその後もあるんでしょ、多分。あるっぽいよね。これは綺麗だわ。綺麗これ、定番ね。あ、ほらみんな撮ってる。うわー、うわー綺麗、これは綺麗だわ。いやー綺麗、これいいな、この写真いいね。あれ行きたい、シャボン玉とバルーン行きたい。ここじゃん。うん、え、何ここもう1位決まっちゃった。ミッドタウン行きたい、ミッドタウン行きたい、行きたい。さあ、というわけでこのクリスマスイブイルミネーション特集第1位は東京ミッドタウン。青いの綺麗だったね。綺麗、あれをぜひ本物で見たかった。以上。はい、本当に思ってないよ絶対。来年はどんなになるんでしょうか。そして、明日は、明日はクリスマス、クリスマスだよ。皆さん良きクリスマスをお過ごしください。そして動画も絶対見てね。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ、バイバイ。